はい、三駅は、愛知県ぬかた郡高田町大和在、宮座正三一番地にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、CA51。JR 東海と高田町並びに、高田愛美特定都地区画整理組合が、新駅等設置に関する基本協定を締結したことによる、自治体西岸駅である。運行形態の詳細は、東海道線を参照。 建設中の駅とその周辺1900年、ぬかたぐ愛、三村の滋賀通介村長がどうしらと、村内に駅設置を企画し、愛美村停車場設置規制同盟会を組織した。同盟会は、村内各地区ごとに募金を募り、林村にも協力を依頼した。愛い、三村の動きを受けて、福津村でも、規制同盟会が発足している。1902年、 鎌郡駅岡崎駅間が複線化したことで、愛、三村の山本桑之助村長と、地元選出の県会議員、足立信次郎の要請により新駅設置は、実現段階に入った。しかし、1906年に愛、三村、坂崎村、福津村の3村が合併して、広田村が発足。これを機に、駅設置場所は、福津村と愛、 三村の中間に位置する芦屋信号所北350メートルに移された。広田の駅名はすでに使用例があったため1908年9月の村議会で高田村と村名を変更が決定され、同月に駅も高田駅として開業した。1989年に高田町愛、未地区の住民により、再び規制同盟会が結成された。高田町も 高田愛美特定土地区画整理組合を発足させ、1998年度より、駅予定地周辺の土地区画整理事業を開始した。2007年3月1日には、高田町、土地区画整理組合、東海旅客鉄道の間で、新駅当設地の計画協議推進に関する覚書が調印され、JR 東海による調査設計が始まった。一方で、 2008年5月に開かれた町民と町の学区懇談会では出席者から新駅に慎重な意見も出された。2008年10月17日の高田町議会第2回臨時会で新駅設置の負担金45億8000万円を限度額とする際無負担行為の補正予算が可決。同日に高田町土地区画整理組合 JR 東海の3社間で 基本協定が締結された。2009年12月14日に新駅の建設が着工。2010年6月5日に起工式が執り行われた。2011年7月14日には駅名が愛、三村に由来する愛美に正式決定し、2012年3月17日のダイヤ改正に伴い駅が開業した。高田町内の駅としては3番目の開業となった。 単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。島式の一番線が下り待機線、島式の二番線が下り本線、単式の三番線が上り本線となっている。一番線は平日朝の普通一本のみ停車する。駅舎は京上駅舎となっており、自由通路が設けられている。岡崎駅が管理する。 無人駅である。自動券売機、自動改札機が設置されている。高田の統計によると、駅開業後の1日平均乗車人員は以下の通りである。高田町の北西に位置し、岡崎市や西尾市との市町境も近い。北には、愛知県道78号安城高田線が通っている。当駅の開業に合わせて、急速に開発が進んでおり、駅前には、 家電量販店、ホームセンター、スーパー等が入った複合施設、高層マンションの建設が相次いでいる。また駅前にはライトアップされる噴水広場が整備されており、近辺の駅に比べ近代的な景観になっている。周辺は広田川や愛美川が通っており、平成20年8月末豪雨では一部の地域で浸水するなどの被害を出した。 駅周辺部では、広大海特定土地区画整理組合が1998年から2015年度の8年間をかけて土地区画整理事業を実施。3480人の人口を見込み、54.2ヘクタールを対象に75億3000万円を投じて宅地を造成した。商業施設の建設も進められ、2003年に大和ロイヤルを デベロッパーとする近隣型ショッピングセンター、カメリアガーデンコーダが開業した。食品スーパーマックスバリューやホームセンター系用デイツーなどを各テナントに飲食店などが構える。また、駅東口では山田電機が開業。高層マンションが建設されるなど開発が進む。駅前ではアクセス道路、交通広場、パークライド用の駐車場、駐輪場が整備されている。 高田町コミュニティバス、エコタンバスが乗り入れている。2012年の開業当初は、東岡崎駅、岡崎駅と、広大駅を結ぶ名鉄バス、岡崎高田線が乗り入れていたが、2014年のダイヤ改正で廃止された。ありがとうございます。